どうもこんにちは、こうきです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、2024年の4月の24日なんですけど、アップルさんからね、新製品の発表会が開かれますよという情報が公開されましたね。今年のね、 iPad に関しては、リーク情報を見る限り結構僕的には期待していて、正直ね、そのリーク情報通りであれば、購入しようかなとも思っているところです。で、今日はですね、その辺の開催日時とか、どんなものが出るのかに関して、ざっくりですけど話していこうかなというふうに思っていますので、ぜひね、最後まで見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。それではね、早速始めていきましょう。はい、それではね、早速やっていこうと思います。まずはですね、開催日時から話していこうかなというふうに思います。こちらね、新製品発表会に関しては、日本時間で言うと、2024年の5月7日の、夜の11時からに、ね、なっております。大体ね、アップルの発表会の時間帯って、日本時間だと、深夜の2時3時っていうのが結構多いんですけど、今回はね、少し早めになってるかなというふうに思います。で、今回のね、新製品発表会に関してはこのビジュアルを見る限り、iPad がね、有力視されているんですけど、もともとね、この iPad の新製品が、3月に出るんじゃないかというふうにね、巷ではね、噂になっていたんですが、それがね、5月にずれ込んだという形になりましたね。で、6月にですね、WWDC っていうね、開発者向けの発表会も、もう開催日時が決まっているんですけど、それと同時に発表するのかなって僕ずっと思っていたんですが、今回ね、発表会を開くという形になっているので、結構、楽しみな部分というか、すごくね、ボリュームのある新製品が登場する可能性が高いのかなというふうに推測ができるかなと思います。なので、ハード面プラスその中身っていうところも、一新した形で、iPad が変えてくるんじゃないかなというふうに思います。で、ここからはその新製品が、じゃあ何が出るのかについて、順々に話していこうかなというふうに思うんですけど、大きく分けると、この3つかなと思っていて、iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil の3つ、この3つですね、が出る可能性が高いんじゃないかと言われております。で、まず1つ目ですね。まず1つ目は iPad Pro なんですけど、これがね、一番進化を遂げるかもしれないと言われております。で、まずはディスプレイがね、有機EL化するみたいです。この有機 EL に関しては iPhone でもね、もう使われているんですけど、iPad で使うとなると、画面がね、iPhone よりも広いので、コスパの面を考えて、今までね、採用されてなかったのかなというふうに思ったんですけど、今回はね、やっと採用されるみたいですね。で、この有機 EL を使うことによって何が良くなるのかというと、色のね、発色であったりとか、コントラストが良くなったりするので、色のね、メリハリがよりね、良くなるというところで、クリエイティブ系をする方には結構ね、いい進化になるんじゃないかなというふうに思います。で、それに加えてですね、電池持ちも良くなるというところで、結構ね、素晴らしい効果も出てくるので、このね、有機EL に関しては、正直ね、実現してほしいなというふうに思っております。で、続いて中身の話なんですけど、今のね、現行の iPad Pro は M2 搭載をしているんですが、これが M3 になるっていうところですね。これは多分ね、ほぼほぼ確実なんじゃないかなというふうに思います。僕はですね、M2 の MacBook Air、M3 の MacBook Air も、体験済みなので話せることがあるんですけど、M2 と M3 って、そこまで大きな差はないんですよね。大きな差が出たっていうところは、3D レンダリングだったりとか、グラフィックのところで、そこら辺はね、やっぱり性能が上がってるなというふうに感じました。なので、iPad で行うような作業で、差を感じれるかっていうと、そこまでね、感じられないんじゃないかなというふうに思います。普通の、僕のような、普段から動画編集やってる身でも、そんなに大きな差感じますかって言われたら、そこまでね、まだ感じてないので、そんなにね、実体験で感じられないかもしれない可能性が高いですね。で、続いてはストレージに関してなんですけど、今までね、最大2テラまでカスタムすることができたんですが、これが倍の4テラになると言われております。iPad で4テラ使う人ってなかなかいないんじゃないかと思うんですけど、単純に考えて選択肢が増えるという意味では、いいことなのかなというふうに思いました。で、ここからがですね、ハード面の変更点を話していくんですけど、本体サイズはね、変わらないです。なんですけど、ベゼルがね、細くなるみたいなので、結果的に画面が大型化するような形になる感じですね。で、ベゼルがね、細くなることによって、現行で、多分11インチと、12.9 インチっていうものが出てるサイズなんですけど、それがですね、11インチと13インチになるみたいです。個人的にはね、すごく、いい進化だなと感じていたんですけど、それに加えてですね、厚みが薄くなるっていう予想も、結構出ていて、11インチの方が約 0.8 ミリ、で、13インチの方がなんと 1.4 ミリもね、薄くなるんじゃないかと言われております。これに関してもね、実際に、このサイズ感で発表されますってなった場合に、ちょっとね、実機を触ってみたいなというふうに今思っております。その話なんですけど、プロに関してはね、やっぱりそんな安いものじゃないので、
下手したらね、今の現行で発売されている M3 の MacBook Air の最低モデルと、まあ、同じ値段くらいします。今回ね、この M3 の iPad Pro が出た場合、多分今の現行で発売されている価格より、まあ、2万円ぐらい高くなるんじゃないかと予想が出ております。で、M3 の、ね、MacBook Air に関しては、まあ、価格据え置きというか、ちょっとだけ値下がりしてた部分もあったんですけど、まあ、iPad もう据え置きでいいんじゃないかなと当初思ってたんですけど、まあ筐体の変化とかいろいろありそうなので、まあ、この点はしょうがないのかなというふうにも思っております。で、続いて2個目ですね。2個目は、まあ、iPad Air ですね。まあ、当然ではあるかなと思うんですけど、 iPad Pro に比べると、まあ、どうしてもね、性能は落ちてしまうんですが、 Pro に比べれば安いねモデルにはなっております。今ね、現行で発売されているのは M1 搭載のものなんですけど、で、高校の中身のところが M1 から M2 になるっていうところですね。まず変化の一つ目としては。で、先ほどもね、言ったんですけど、M2 と M3 ってそこまでね、差がないので、まあ、正直ね、M2 でも十分ね、機能するかなというふうに思います。まあ、加えてですね、デバイスサイズに関しても変更があるみたいで、まあ、今までね、11インチだけだったものが、12.9 インチが追加されるかもしれないみたいです。このね、12.9 インチなんですけど、もしかしたらこれが13インチになる可能性も、まあ、なきにしもあらずって感じで、プロとね、同じラインナップになるのは、まあ、非常にね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、僕がね、気になっているのは、この iPad Air の13インチモデルですね。まあ、最近ではね、絵コンテ書いたりとか、まあ、ライティングの確認したりだとか、まあ、3D グラフィックの作業もやったりだとか、する場面が結構多くて、今までは MacBook だけでね、行っていたんですが、まあ、正直ね、まあ、出先で、例えば仕事先で MacBook だけでやるってなるときつい面もね、正直あったので、まあ、ここにまあサブ的な要素で iPad があればいいなとは感じていたので、まあ、僕がね、買う可能性が高いのは今のところ iPad Air の、まあ、できたら13インチってところですね。で、今回のね、この新製品発表会のビジュアルはこんな感じなんですけど、これはですね、Air の空張りを彷彿させているようなね、感じじゃないかなと個人的には思っていて、まあ、この辺もね、正直楽しみだなとは思っております。まあ、Air のね、魅力ってやっぱこのカラーバリエーションが豊富だってところもあって、まあ、プロとね、そこは差別化できててすごくいいなと思ってるところなんですけど、僕はね、この辺もね、楽しみに正直しております。はい、というわけでね、最後の3つ目ですね。最後の3つ目は Apple Pencil ですね。まあ、今回ね、iPad がもう一新されるっていうところがあるので、まあ、その辺の周辺機器、まあ、Apple Pencil もしくは、まあ、マジックキーボードら辺が新しくね、なるんじゃないかなという予測が出ております。そういったね、機能が追加されるとか進化するみたいなところは、まあ、詳しいリーク情報が出ていないので、まあ、そこまでね、詳しく語れないですが、まあ、気になったのが、まあ、前回ね、じゃあ、Apple Pencil いつ発売されたっけなって、ちょっと確認してみたんですけど、まあ、それがですね、なんと6年前だったんですよね。ね、時間が経つの早いなって今思ってたところなんですけど、まあ、6年前なので、まあ、もうそろそろ出てもおかしくないんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、Apple Pencilに関してはちょっと詳しく語れないところあるんですが、まあ、そこら辺はね、楽しみにちょっとね、しておこうかなと思います。はい、というわけでですね、まあ、今回は、まあ、日本時間の2024年の、まあ、5月7日にある、まあ、Apple のね、新製品発表会で、まあ、出る可能性が高いもの、iPad Pro、iPad Air、Apple Pencilについて、まあ、簡単にだったんですけど、まあね、僕なりに話していきました。皆様ね、気になっているデバイスとかありますでしょうか？まあ、僕はね、先ほど言ったように iPad Air の13インチを狙っているので、まあ、ちょっとね、発表会を楽しみにしているっていうのが今の心情ですね。まあ、実はですね、久々に僕もね、この発表会興奮していまして、iPad のね、需要も、まあ、僕は今そんなに割合としてはめちゃくちゃ高いってわけじゃないんですけど、まあ、パーセンテージ的には高くなってきているので、まあ、だんだんとね、その iPad の必要性っていうところが、まあ、仕事の面でもプライベートの面でも出てきているので、まあ、正直ね、今が楽しみ度は、今のね、楽しみ度っていうのは増しております。発表会はね、その辺はね、やっぱり発表会楽しみに待っていきたいなと思っております。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わっちゃうんですけど、まあ、この動画ね、公共リンク内では、まあ、普段からね、こういったアプリ情報とか、まあ、MacBook の情報を中心にお届けしているんですが、たまにはね、アプリの紹介だったり、ものの紹介なんかもしておりますので、まあ、少しでも参考になりましたら、ぜひ、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日もね、最後まで動画を見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。僕でした。バイバイ。Yeah, I like that. Got a super bad bitch, feel like Tony Hawk. For real one. I'ma drop it in.